ビッグシックス以外の戦力を見てみよう。はい、ということで、やっぱ基本的にはね、やっぱりビッグシックスのチーム中心に、うん、まあ、動画撮らせていただいてるんですが、はい、まあ、今回違いますよということですね。はい、ビッグシックス以外のクラブの、うん、まあ、戦力であったり、はい、マニティとかもちょっと見たりしながら、うん、まあ、今季どういうシーズンになるのかっていうのをちょっと改めて、まあ、振り返っていきたいなと思っております。はい、まあ、対戦相手のね、情報を知っておくというのは非常に大事なことでございますが、はい、参考にしていただけたらと思います。はい、ということでお付き合いよろしくお願いします。お願いします。さあ、内藤さん、まずはどちらでしょうか。はい、ニューカッスルから行こうかなと思っております。はい、今季はですね、まあ正直あまり移籍市場ではまあ活発に動かなかったかなというところになっております。うん、はい、まあどちらかというと売りの方が、しかも若手の売りがまあどうしても PSR の関係で目立ってしまいまして、現状こういう形になっております。うん、獲得でいうと、まあ昨季からローンでいたホールを完全で獲得して、まあ、第2ゴールキーパーを獲得したというところになってますけど、会話あとはフリーでケリーを取ったのかな。うん、あとシェフィルドユナイテッドというと、まあ若手の投手枠ですね、オスラという選手を取った、まあ、ぐらいで、まあ、実質スタメン級の選手は、まあ、ホールぐらい、あとケリーか。うんうん、まあ、でもホールは去年からいたんで、実質ケリーだけっていう感じですかね。逆に売りに関しては、まあ、エリオット・アンダーソン、まあ、20歳の若手のアカデミーの選手と、ヤンクマ・ミンテ、今ブライトンで活躍中というところ、またフレイザーも何気にフリートランス、あとはリッチあたりもフリートランスで出したというところになっております。はい、なんでもベースは本当昨季のチーム中心に出来上がっており、うん、まあ直近のスパーズ戦のスタメンでいうとこのような形になってます。うん、イサク、ゴードン、バーンズ、ジュリント、ロングスタッフ、ギマランイス、ケリー、バーン、クラフト、リブラメント、ポープというところで、うん、どうやら、まあ、一応トリッピアがスタメンなんですけど、もしかしたら今季中ぐらいにリブラメントが、うん、スタメンになってくるんじゃないのかと。このあたり結構本当イーブンぐらいの今スタメン争いをしていると。うん、まあ、ちょっとトリピア移籍したいみたいなこともね、うん、言ってて、多分そういう関係もあるみたいな記事もあったんで、はい、うん、まあ、まあリブラメントね、スーパー期待されてたね、うん、まあ、怪我あってちょっとあれでしたけど、うん、まあ、いい活躍してますよね、開幕からね。はい、で、まあ、あとちょっとバックドに今ちょっと2人とも怪我中で、まあ、本来だったら、うん、シェアとボットマンという選手が、うん、まあ、基本的には使われるのかなというところで、左サイドバックのケリーマンですけど、うん、まあここもホールなのかな。ケリーマン、まあ、ケリーマンじゃない、ケリーは、うん、まあ、センターバックで、ボットマンの控えとかをやるのか、まあ、両方で使えるのか、ちょっとこの後あたりは、うん、まあ、シーズンね、アンス見ていかないとわからないというところになってます。うん、たまあ、あとは、ね、キャプテンがこれまで控えセンターバックだった、まあ、クラブではかなり長く在籍中、うん、ラッセルズがやってたんですけど、今季からは、ブルーノ・ギマランイスに変わったという状況になっております。注目ポイントが今シーズンのニューカッスルの、はい、ちょっと楽しみなところは内藤さん的にどうですか。トナーリが家計による、まあ、罰則の10ヶ月以上停止から復帰しまして、うん、で今季は国内だけという状況なので、こうある程度こう成熟の1年にできるっていうのが、うんうん、まあ強みなんじゃないかなと。なるほどね、ところにはなってます。イタリア代表とね、フランスの試合、ネーションズリーグ見ましたけど、うん、その300何日ぶりかな、ソフトバンクの関係もあって、はい、うん、復帰戦でえげつないアシストしましたけどね、キャプツバみたいなパス出したんで、やっぱすごい選手やなと思いますけどね。うん、なんでちょっとね、このあたりがね、こう、うん、ちょっと直近のカップ戦で見たときは、うん、なんかちょっとまだコンディション 100% じゃないかなっていう印象だったんですけど、代表戦でね、上げてきたりとかもあると思うんで、うん、まあ、これね、イサクじゃないと、隣がね、本当に戦力になれば、うん、まあ、ちょっとさらにこれまでの強い、硬いニューカッスルに、そのクリエイティビティもさらに乗っかるというところが魅力になってくるんじゃないでしょうか。うん、懸念点としましては、もう一人クリエイティビティみたいな選手と、イサク、ワントップが、うん、まあ、かなりこうライン間で受けてさばいて、うん、展開して自分もボックスに入って点も取れる、うん、ウィングでプレーすれば自分で突破も左サイドからできるみたいなところで、うん、結構万能な、まあ、スコアラーがいるんですけど、彼が怪我がちというところになっておりまして、イサクが怪我した時にね、その誰がちゃんと控えを務められるのか、一応カラム・ウィルソンっていうね、うん、まあ、ワトキンスに近いタイプって言えば分かりやすいですかね。まあ、イングランド代表にも選ばれてましたしね。はい、まあ、何でも屋さんのストライカーが32歳の選手がいるんですけど、うん、彼も彼で怪我がちで、まあ、現に今も怪我しているんで、うん、ちょっとここがどうなってくるのか、うん、まあ、あとは
直近はね、右ウィング、この試合はね、左にバーンズ、右にゴードンみたいな形にしてるんですけど、うん、まあ、ゴードン左、右マーフィーが結構 そうですね、最近だと多いんですけど、うん、まあ、マーフィーもめちゃくちゃ自分で突破するタイプというか、どちらかというとアーリークロッサーみたいな感じだったりもするんで、うん、まあ、ウィングのところもアルミロンが序列を落としてしまった今、めちゃめちゃ層が厚いわけでもなかったりするので、なるほど、このあたりはこうね、もうちょっと序列は落ちてもアルミロン等を使ってなんとかやっていくのか、あるいはそれなら他の若手使うかと、ちょっとね、新しいちょっと起用をしてみるのか、まあ前線のところの起用法というところは鍵になってくるのかなと思っている次第でございます、うん、はい、ということでございまして、ニューカッスルでございました。はい、あとはですね、うん、エディ・ハウという監督、まあ結構ね、前線からハイプレスでショートカウントを狙って、はい、まあ低い位置のつなぎもある程度は整備するみたいなところで有名な監督ですが、うん、まあ結構得て増えてみたいなところもありますと、はい、ショーン・ダイシとの相性が悪いですね。うん、4勝4分け8敗。あ、結構負けてるんですね。で、まあ勝ち点平均1、うん、1ちょうどかっていうところで、うん、あとクロップ・ペップはまあ共に苦手としています。うん、ここね、1勝1分け14敗、うん、共に全く同じ勝ち、平均勝ち 0.25 点という結果になっています。逆に相性がいい対戦相手でいうと、まあ、マルコ・シューバー、フラム、うん、であったりだとか、アルテタも相性悪いですね。1しか平均で取れてないですね、勝ち点。うん、あとはまあ最近の感じで言うと、ヌーノも苦手にしますね、勝ち点1。うん、トーマス・フランクは逆にめっちゃ相性いいですね。勝ち点平均 2.67、 5勝1分け。結構ね、得て増えてがはっきりしてるなという印象があります。テンハグはまあやや有利ぐらい、3勝1分け2敗みたいな結果になっております。まあ、いずれにしてもちょっとこう、まあ、分かりやすい強豪にね、戦うときは苦手なのも分かりますけど、うん、あとはがっちり守られる、うん、まあ、ショーン・ダイシとか、あ、まあ、そのあたりは苦手、ヌーノとか、ね、まあ、そういうところは苦手なんやなというのがデータとして出ております。おい、ということでございまして、ニューカッスルでした。さあ、続きましてどちらでしょうか。お次はアストンビラで行こうかなと思っております。はい、インアウトみたいな話で言うと、まあ、一番大きな補給はアマドゥ・オナナ、うん、エバートンから5900万ユーロで獲得というところになっております。約100億円。うん、まあ、大型中盤の若手を獲得し、まあ、マート戦を4400万ユーロ、うん、まあ、こちらも左サイドバック中盤できる、選手で、まあ、アーチャーは獲得したんですけどすぐ打ったんでなし、うん、フィロジーンっていうね、結構、まあ、ドリブラーサイド突破できるアタッカーを獲得しております。うん、まあ、代わりにですね、ドーグラス・ルイス、うん、ムサ・ディア・ビオ、まあ、それぞれ高額売却に成功しておりまして、うん、キャメロン・アーチャーも、転売に成功というところになっております。うん、左サイドバックは、まあ、マート戦が来たことでちょっとあの枚数がかさばりまして、うん、まあ、去年の頭ぐらいまでは序列1番手と言われていたアレックス・モレノが、ノッティンガム・フォレストにローンみたいなところになっております。はい、ディアスを打った代わりに何人か来た、若手の選手、まあ、サミル・イリング・ジュニオールなどは、まあ、ローンで、うん、移籍というところになっております。はい、ビラはですね、うん、中盤より前は相当層が厚いんですよ。うん、まずボランチにオナナ、ティーレマンス、バークリーなどなど、まあ、そうそうたるメンバーがいる上に、うん、まあ、怪我から帰ってくればブバカル・カマラ、まあ、昨季怪我するまでは本当スーパーフィルターとして機能する選手が、まあ、いますというところで、昨季からあの、まあ、ちょっと台頭してるんで、まあ、厳密には今季からというわけじゃないんですが、モーガン・ロージャーズ、うん、彼が素晴らしいですよね。なんか非常に評価が高いって聞きますよね。うん、守備で相当ハードワークできるだけじゃなくて、うん、ボールを引き取ったら本当に 2,3 人引き連れてもうドリブルで運んでいける推進力もあるんですよ。うん、まあ、もちろんさばくときはシンプルにさばける面もありますし、なんか強化版リンガードみたいな。おお、めちゃめちゃいい評価ですね。あ、まあ、リンガードもいい選手でしたからね。はい、なんで、まあ、相当いいトップ者のイングランド人をね、昨季の冬にまあ獲得して、うん、まあ、今季本当素晴らしい存在感を放ってるんで、うん、中盤の守備フィルターとかにちょっと不安やなっていうチームは結構ロージャーズにちぎられるんじゃないかなっていうところで、アーセナル戦でも相当活躍してたんで、ね、まあ勝ちこそしなかったですけど、ビラね、相当強いチームに仕上がってきてるなというところと、はい、まあ、あとは昨季そこまで戦力じゃなかったんですけど、デュラン今年の夏結構ね、うん、売られるんじゃないかとか言われてたんですけど、うん、残留した上にね、今季もいきなりウェストハム戦点を取ったりだとか、ワトキン
スの控えセンターフォワードとして、まあ、相当存在感を輝くんじゃないかという期待感があるのが、うんのでまあ、中盤より前は相当戦力は良さげやぞというところになっております、はい。まあ、ただちょっとセンターバックが手薄かもなとなっておりまして、まあ、パウトーレス、コンサ、うんまあ、ここの2枚がスタメンになってて、うん、この2人が揃ってたら本当ね、あの両方ともスーパー足元うまい、特にパウトーレスなんでね、うん、いやすごいですね、配球力あって運べてみたいな、うん、タッチダウンパスのようなね、もうロングボールも蹴れますからね、うん、ちょっと守備がね、軽いところありますけど、まあ、そこはコンサがカバーできる範囲内というところで、うんまあ、エメルのハイライン戦術を支えている2センターバックなんですけど、うん、彼らのどちらかが怪我したら、まあ、ミングスもちょっと怪我がちで計算が立たない、ジーゴ・カルロスは、うんまあ、いい時はいいんですけど90分で集中力持たないタイプで、2人ともちょっとね序列を落としてきているというところになっておりまして、で右サイドバックもですね、そのキャッシュ、うんとまあ、あともう一人今季取った若手のネデルコビッチという18歳の選手という状況で、うん、おーみたいな、その CL デルクラブのサイドオーク2番手が18歳プレミア1年目っていうのはその、まあね、不安要素というかね、うん、もう時速 36.何キロを出すぐらい相当足の速い若手なのがね、うんまあ、期待の若手としては分かるんですけど、ちょっと未知数やなっていうところを、この最終ラインのところがちょっと、うん、やや不安かなというところになっております。なるほど、まあ、チャンピオンズリーグを今季戦うというところで、うん、どうなっていくのか期待やなというふうになっております。ほい、はい、こちらが今季の、対戦日程になっております。はい、まあ、チャンピオンズリーグ初戦はヤングボーイズというところで、まあ、正直僕が今季チャンピオンズリーグの選手名鑑書いてる中では一番戦力が低いであろうチームなんで、まあ、久しぶりのチャンピオンズリーグ、まあ、厳密に言うとチャンピオンズリーグという名前になってからは初出場というところの中で、初戦、まあ、アウェーなのがちょっと怖いですけど、ヤングボーイズはまあややまあホッとしたんじゃないかなというところもあるんですけど、はい、バエルミュンヘンホームからのユナイテッドホームと、この連戦もね大変そうやなとかもありつつ、うわここしんどそうやな、リバプール、パレス、ユベントス、ホーム、チェルシー、なかなかチャンピオンズリーグやなという日程だったり、あとはまあエバートンアウェーからのアーセナルアウェーからのモナコアウェー、このアウェー3連戦なかなかシビアな日程がね続くなというところ、しかも、ね、南野選手、富安選手、南野選手という日本人ゾーンが、ね、続きますからね。でちょっと年末年始飛ばしちゃったんで振り返ると、年末年始しんどい、シティホーム、アウェー入荷するホーム、ブライトン、ホームレスタート、まあ、ホームは続くんですけど、まあ、シティ入荷するブライトンあたりはなかなかね、大変そうやなというところになっております。ちなみに最後はきつー、トッテナムユナイテッドの連戦終わりというところで、これもなかなか厳しい、まあどうしてもチャンピオンズリーグ出てるんでね、それは厳しいに手続きやろうはあるんですけれども、まあねうんまあ、かなり、チャレンジングな1年になるんじゃないかなというところになっております。はい、でそんなねビラを率いるウナイエメリ監督、まあポゼッション、疑似カウンターとハイラインやけど、こうハイプレスというよりかミドルプレスぐらいで、中央にコンパクトにまとまって縦パス差し込んできたらはめる、裏蹴られてもセンターバックの速い2人でなんとか追いつくみたいな、ちょっと変わった戦術をするで有名の監督ですけど、プレミア内で言うとですね、まあ苦手なのはまあペップ・グアルディオラ、まあまあまあここはまあね対戦相手ね、戦力差とかもあるので、でペップよりややマシでクロップ、まあ今季はもういないんであれですけど、というところになってます。マルコ・シューバー勝ち点 2.29、 相当相性が良さそう。ショーン・ダイシも得意っぽいですね、勝ち点 2.29、 5勝1分け1敗というところになってるんで、このあたりと対戦するときは、まあ、ある程度計算できるんじゃないかなとなってます。逆にうわなんかどこの強豪も縫うの苦手なんですね、勝ち点わずか 1.29、 2勝3分け2敗と、まあイーブンな状況なんですけれども、まあちょっと勝ち点を落としがちなのはこのあたり、まあフォレストがやっぱり今季の前ちょっと別の動画ともつながってる話なんですけど、鍵を握ることになりそうだというところになっております。うん、いかんせんヌーノとの勝率がですね、アルテタよりも悪い、うーん
からいい監督なんでしょうね、だからやっぱりね。いうのもね、うん、ちょっとスパーズでこそ輝けなかったですけど、そうそうそう、印象がね、あれなっちゃったからあれですけどね、はい、まあ、あともうプレミアにはないですけども、モーリーニョとの勝利なんて最悪ですね、1回も勝ってないです。ああ、そうなんですね。あ、引き込まれるとやっぱ疑似カウンターを仕掛けたいんで前から来てほしいんですけど、うん、いやーって引き込まれると苦手なんやろうなっていうのがちょっとこの辺りのね、あの、うん、対監督別での、うんうんうん、勝敗表っていうところからも伝わるなというところになってます。あとテンハグも意外と苦手としまして、うん、1勝4敗、うん、あんまり勝ててないという結果が、なるほど、出ております。まあ、プレミアの、ね、対戦相手とで、まあ、ちょっと目立った、うん、あの結果そんな感じですかね。まあ、いずれにしても、まあ、今季、うん、まあ、ビラちゃん初チャンピオンズリーグというところで、うん、まあ、いろんなクラブと戦う中で、うん、まあ、どう、ね、メンバーをこう併用しながらチームを作っていくのか注目やなというところになっております、うん、はい、ということでございまして、まあ、このシリーズちょっとねまた定期的にやっていこうと思いますんで、はい、このチームの話してくださいとかがありましたらコメント欄に書いていただきたいと思います。ちょっとまだ1本目 の、ね、あの取り組みなんで、うん、あのこのビッグシックス以外のこういうのが多分歴史とか、そうですね、そもそもどこにあるクラブなのかとか、まあ、こういうところも取り上げてほしいよとかあれば、うんうん、ぜひコメント欄に、はい、書いていただければ次の動画から生かしていきたいなと思っております。はい、はい、ということでいいねチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。次回の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。